でもただいるってだけじゃダメなんじゃないですか。私だって立派にメイドとして小林さんのお役に立っているんですよ。え、トールが？ひどい。家事はうちのお母さんがやってるから、つまり僕がここにいるためには何か翔太くんに与えないといけないってことだね。使い切れないほどの黄金なんてどうかな。お父さんが錬金術使えるからいらない。農耕技術とか教えられるけど、農家になりたいわけじゃない。強烈なカリスマ性なんていうのは今の僕にはあっても困るだけかな。じゃあ膨大な魔力はどう？それはちょっと惹かれるかな。なら決まりだね。でもいらない。え、なんで？そういうものは自分の努力で身につけないと意味がない気がする。翔太くんしっかりしてる。ルコアさん役に立てそうにないですね。だったらこれしかない。体で、ね、やっぱり悪魔の叫ばずじゃないか。え、自分で自分の首絞めてますよ。